それではたただだいいままから定例記者会見を始めさせていただきます最初に知事から、栗林公園のイメージキャラクターの愛称決定について報告いたします。えっと、もう後ろにポスターが貼ってありますが、えー、イメージキャラクターが、まあ、このマスコットのような、えー、もう決定したことはご存知のとおりですけどその愛称についてですね、 凛、えー、ちゃんという名前を公募の結果決定いたしました、えー、この後詳細は観光振興課の方から発表があると思いますけれどもまあ、このイメージキャラクターにふさわしいですね、えー、名前じゃないかと思いますあのー、選定経緯を伺いますとやっぱり立林公園の立林にですねやはりこの名前に通ずる相性がいいんじゃないかと その中でこの「リンちゃん」というのは、まあ、漢字で立、えー、林の「林もありますが「林としたといいますかですねそういう字にもつながるところがあって立、まあ、林公園のこう凛々しい、まあ、イメージそういった面とも通ずるところがあるんじゃないかというそうした先行経緯だったと聞いております。 まあぜひ皆さんで親しんでいただければと思っております立林公園この後冬の絵巻ということで今年もデジタル掛け軸が発表されます、えー、素晴らしい映像のデモンストレーションですのでこちらの方もぜひ楽しんでいただければと思います私から以上です引き続きまして幹事者からの質問をお願いいたします 社用の実施、よろしくお願いします。えっ、ー、と、本州四国連絡高速道路の追加出資に関して、あのお尋ねします。あの、本州道路に出資する。重府県市の首長はですね。えっ、ー、と、先週ですが、まあ、平成二十四年度以降の追加出資に応じないという緊急声明を。発表しています。えっ、ー、と、知事は、まあ、明日、えっ、ー、と、国と地方の調整会議があると。お聞きしていますが。そ,その場でですね。まあ、どのような。 えっとことを主張されるのか、お考えを改めてお聞きしたいと思います。それとまあ関連でですね。まあ、今、編成作業が進んでいるのかもしれませんが、来年度の予算でですね。その追加出資に関する予算を盛り込むのかどうか、それもある。あの合わせて教えてください。ご指摘のとおりですね。あの共同声明を出しましたが、まあ,あの高速道路のあり方の有識者検討委員会の。 やはり中間報告が出て、えー、その中でのです、ねえー、記述、まあ、取りまとめの方向について、えー、こういうことではやはり問題であるということで自負で共同声明を出しましまた、えー、内容はご承知のとおりであり今回特に出資に絞ってです、ね、追加出資をすることはできないと。 いうそういう声明を出しましたこの件も含めてですねいわゆる国と出資団体との調整会議が明日東京で開かれることになっております私自身も出席する予定です、えー、受付検紙のそれぞれの さん市長さんもご本人出席の方が多いと聞いておりますが、えーまあ、あのこの間、ですねこの共同声明にもありますように、首長が詰まってのこの調整会議がですねずっと開かれないまま、今日に至ったわけですし、そのまあ、 十分な調整がなされていないということは誠にまず残念であります。そしてやはりこの高速道路問題についてですね、いろいろとこれからあの検討有識者会議の検討を踏まえて。 制度改正あるいは料金設定等がお行われるかと思いますけれども、まあ、その際にですねいわゆる24年度以降の追加出資を関係団体に求めない地方負担を求めないようにしていただきたいと、まあ、あの基本的にはこれいうことに尽きるわけですが、まあ、併せて従来から申し上げておりますように当然ながらこの料金については 格差がありすすぎると言いますかやはり格差のない使いやすい利用しやすい料金にしていただきたいもう一つはやはり全体の,この高速道路の取り扱いが決まるのに応じてですね鉄道フェリー等の公共交通機関への影響について国としても十分配慮して必要な 対策を、あるいは支援策を講じるようにお願いしたいと、まあ、主張としてはその3点に尽きるかと思います関連、その他何かあれば、よろしくお願いします。 ございませんか、まあ、あの今の段階、まあ明日どういったそのご説明があるかも分かりませんけれども現状ではですね 従来どおりの追加出資というのは県民や議会のご理解が得られないのではないかと、ただ、少し細かくなりますけれども、もともとの出資予定として、24年度に約6億円程度、これは従来は約束してた、い、まあ、わば最後の分になるわけですけれども、その点についてはですね、計、え、上、ー、を。 していく計上せざるを得ないんではないかと思いますが、いわゆる二十数億、本件で言えば二十数億ベースのです、ねえー、本年度、二十三年度と同額という追加出資、そ,そこに至るその,その額になるような追加出資についてはです、ね、現段階ではその、年収さ計上について理解が得られないと思っております。 朝日新聞の柳谷です、うん、あの現代かでは理解が得られないということではありますけれども、その何か国から別のものが提示されたら、その次の段階として、えー、予算に入れ込んでいくということもありえるといううことなんでしょうか、まあ、国の提案として、ですねその、まあ、当分はあいいですよと、まあ、要するに負担は求めないということになれば、それがまあ一番いいと思って。 いま,すけれどもまああの今の状況ではその新しい提案があるのかどうかも含めてちょっとよく分かりませんのでまあもし新しい提案が出,た出ればですねその段階で検討することになりますけどいずれにせよその何て言うんでしょうかこの議論がまあすれ違ってるというかボタンがずっとかけ違ったままの状況 今日でありです、ね、もっとやはりこの大震災があったとはいえそのいわゆる調整会議での話がですね中断したままになってその間に有識者会議でどんどん検討が進められてですね、まあ、あの大変私も危機感を持って呪府県市でまあ相談して一度その有識者会議でも イヤリングに出席して、意見を述べたんですけれども、まあ、あのそれっきりであってです、ね、そうした状況下では、なかなかその、わ、ま、れ、あ、我々が期待しているような内容の提案っていうのにならないのかなと、今の段階では思っております。 まさに産業放送です、えっと、関連ではなくて全く違う質問なんですが、えっと、うどん県についてちょっと伺いたいんですがこあの一番注目を集めて大きな話題も呼びましたが今後、来年以降香川を全国それから世界に向けて発信するためにどういったことが課題になってくるのかどういったことが必要だと知事お考えなのかお聞かせいただけますでしょうかそうですね、もともとこのいわゆるうどん県プロジェクトはですね まああの昨年の、まあ、からいろいろと新しい、まあ、県の方向を考える中で,です、ね、一つは、まあ、観光という面もありますけれども情報発信の点で,です、ねえー、もう少しいろいろ工夫がいるんじゃないかということで、うん、その検討を踏まえて本年度の当初予算に まあのご案内のようにまあその事業名自体がですね少し砕たけたといいますか見れば見るほど映像アートをく情報発信事業というのを計上しましたまた、あ、映像があのいいですねという意味とそれからあのまあフィルムなり DVD といったあるいは映画といったそういう意味の映像に引っ掛けてますしあとはアートというところでですね 今回もまああのうどん県それだけじゃない香川県ということでやっていますけども瀬戸内海の美しさそれと食のおいしさそしてアートの素晴らしさこの3つがまあポイントになっているわけですがまあいずれにせよその映像でですねえ訴えていくかつまたインターネットを活用していくという狙いがですね まああの幸いにして、えー、反響を読んだたちになったんですが、その路線やはり映像を重視していく必要が、まあ、情報発信ではあると思っています。まあそういう広い意味では、えー、この前高松であの日中韓共同制策のまあ韓流ドラマのロケが行われましたが。 ああいったもののもも含めめたです、ね、アピールがを進めていくこととが1つ必要なのかなかちろんネットの活用という意味ではフェイスブックなりツイッターを利用した広報を始めたところですけれども、まあ、そうしたものも含めてです、ね、今回本当に前にもこの場で申し上げたと思いますがあのドームプロジェクトでブロガーといわれる人たちの発信力がです、ね、非常に 大きいとまあ今いろいろ見ててもあの他県でも観光の情報発信でですね外国のブロガーあるいは国内のブロガーをまあ対象に情報発信を仕掛けているそうした点もさらにまあ深めていく必要があるのかなと思っています。えーまあ、うどん 県のプロジェクト自体はですねこの間、まあ、あの年賀はがきの話日本に指,指に行って、えーまあ、今要順に年賀状を出しましょうというのをやってますが、まあ、そして、えー、このさらに、えー、そうした面の発信をですね、まあ、あのラッピングバスなんかを使って、えー、あのイメージをバスの 側面にです、ねあのまあ、よくありますけれどもそういう写真をラッピングの形でつけたバスを仕立てていろんなところに出かけるとかそういったものこの直近では今現在検討中ですけれども、まあ、あのうどん県それだけじゃない香川県ということでそれだけじゃないという部分をですねうーん例えば軽ブランドの見直しとか いろいろ一つ一つやっていかなきゃいけないことがあるのではないかと思っております。えー、まあこの今回がまあやはり非常にいい機会,いい機会ではありますので、えー、このドンケンプロジェクトをさらにいろいろとまあ続けていく、まあ、第二弾第三弾というのも考えて。 行くと同時に今申し上げたようなま情報を失礼映像に重点を置いてですね、えー、情報発信してまあそれは何のためかというとやはり知名度というのは非常に重要だと思いますまああのなかなかですねそのサヌキっていうと非常に知名度は高いですが香川県っていうとその じようなな名名の地名度調査で真ん中ぐらいになって例まば、まあ、その落差を埋めるという意味でもうどん県それだけじゃない香川県といううどん県というと当然讃岐うどんというふうに連想が働きますからそこを埋めてくれるような効果があるんじゃないかと香川県のイメージアップ知名度アップにもつながるんじゃないかと思ってますけどもそうした点を、まあ、あのやっていくこと自体はやはり一つ一つ 積み上げていくしかないと思いますのであのなかなかあのこれで決定版これでおしまいということにはこの話はならないと思ってますすみません追加でもう一つだけお願いしますあの認知度調査などでも今お話ありましたけれどもあの佐野球道の知名度は大変高くて認知度も高いんですがそのうどん以外の産品 ですとかそういったものをどう PR していくのかというのが重要になってくると思うんですがそのあたりで何か具体的にこうしていったらいいんじゃないかというような今考えてらっしゃることは今もちょっと申し上げましたけど、まあ、あのまずそのうどん以外で,です、ね、当然オリーブとかです、ね、あるいはオリーブハマチオリーブ牛とこう来る一つの流れがあるんですけれどももう一つあの農産物でですね化学県の 本当に品種ガーデンで作ったまあそのオリジナルの品種、そういうこれは果物を中心にそういうものがあります。あのオバラベニワセとかキウイフルーツで高力とかですね、あるいはイチゴではサヌキ姫ですけれども、こうしたものについて従来あのいわゆる K ブランドという形で売り出してましたけれども、まあ、少しその ーブランドと言われてもピンとこない軽とは何だというようなですねあの市場の関係者の間でもそういう声があるのを踏まえてですねそちらの方をこう見直して制度をまあそういう認証のいわゆる農産物特に果樹についてのですねそういった認証制度みたいなものですけども見直していって、えー より多くの人にですね、知っていただき、まあ、消費していただくような。そういう見直しを今進めております。N. H. K. です。ええー、ちょっと関連ではないんですが、先ほど正午過ぎにですね。北朝鮮の、あの、金総書記が亡くなられた。 というようよなな報道がなされましてで、まあ、県内でもですね先日、横田夫妻がいらっしゃったりだとかあと有志の議員の連盟等がですね県議会でこうあの拉致の問題を取り上げたりとそういった関連があるかと思うんですけども率直に知事のですね今回の,その総書記が亡くなられたということへの所感を聞かかせていただけますでしょうかまあ私も先ほど昼休み NHK ニュースを見ていて。まあ、あの すぐに臨時ニュースといいますかですね、えー、切り替わって、えー、大変、うん、驚いていますあの2日前に亡くなって、まあ、その2日置いての発表ということでですねそういった点も含めて、えー、よくわからない点が多いというのもまだこの時点ではよくわからないという気もします。いずれにせよ 拉致問題について今お話しあったとおり、横田がおっまた安倍元総理もお見えになってですね、県民挙げてこの拉致問題の解決ということで、本県の多くの皆さんにもご賛同いただいている中で、今後この拉致問題の一刻も早い解決というものがですね、このまあ 北朝鮮の指導者のまあ交代間にかかわらずですね実現してほしいとぜひそうお願いたいと思っております。えすみません日経し日経新聞です。えっ、ー、と本市の問題に戻るんですけれどもすみませんちょっとそも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 論みたいなものなんですが。 まあ出資24年度以降の出資はあの拒否する方針ですと、ただ、世界でも有数の橋を3本かけた時点で財政問題も難しくなるというのはある程度分かっていた問題でもあるかと思うんですけど、さらに料金格差をなくした上で、それによってあの発生する公共交通への問題も国の方で支援せよということだと思うんですけれども、そうなると今度はまあ国会とかで,ですね国民、全国民の理解というのがかなり得にくい状況にもなるかと思うんですが、 改めて、なぜ県としてはこれ以上の出資をする必要がなくかつ料金を下げたときの影響の部分まで国が面倒を見るべきなのかというところのロジックなぜそうするべきなのかというその理屈を教えてください、改めてまああの料金と出資と両方あると思うんですけれどもまずこの出資負担をですねこれはまあ国の建前だと今割あの料金のための 料金を下げるただし、まあ、我々としてはですねあくまでそういった趣旨というのは建設のための、まあ、負担であってそれについてはですねでにもう十分う負担していると、えー、制度間のいわば比較をするといわゆる新直轄といった、まあ、高規格道路の 整備が進んできていますけれどもそういった道路については料金は無料出資についてはですね、えーまあ、1対3ということですがもうすでに計算をしますと10団体が負担した額はその進捗かの負担額を超えているということであります。えーそれ だからそのまあ,あの我々としてはやはりこの不公平感っていうのが拭えないということでその、まあ、今この3本も橋を架けてというお話もあったんですがその我々としてはですねそ,のそれは四国のために特別に そのフェイバーとしてかけられたというようなものでは全くなくて本来その高速ネットワーク全国でですねあまねくつながって初めて意味があるわけでその中で3本の橋というものが当然意義を有しているわけであってこの利用度調査をするとその四国のナンバーの人が多いとかというところからですね強引にこの橋は 四国の地元の利益がもっぱらのものだというのは論理がやはりおかしいのではないかとあの地元が要望したことはそれはもう間違いありませんが勝ってそういう要望をしてその結果かかったわけですがまあ高速道路について要望がなかった高速道路というのは他のところでもおそらく なないいんじゃないでしょうかどんな高速道路もですね要望があってですね地元が熱、ね、心に要望して必要だということで、まあ、それで順次、まあ、整備されてきてるわけであります。えー、まああの瀬戸大橋なり本市華橋なんて私は利用したことがないよっていう方があるいはそれは全国の中にいらっしゃるのかもしれませんけれども。 東京から高松に行くのもいつも飛行機だよとおっしゃる方もいるかもしれませんがそれはやはりちょっと議論がすれ違っていてそれであれば我々もですねいろんなあの遠隔地の四国から見れば遠隔地の各方面のですね道路について走ったことも見たこともないという道路はいっぱいあるわけです。やはりネットワークとしてこの高速道路を考えるべきじゃないか それからあの公共交通に与える影響というのはですねこれはあのいわば高速の料金がですね国において決定権がある、まあ、国策でやっている部分があるということについてやはりきちっとそのまあえー それがどういうい影響を他の交通まあ,あの公共他の機関がまさに公共交通機関であるわけですけれどもその点を考慮しないでですね高速道路だけの論理で決まっていくということでは困るときちっと全体の総合交通体系を考えて税財源の配分というものもですねそれに応じて今もいわゆる 特定財源はありますね。ど特定財源ありませんけれども、国全体としての交通体系のやば費用配分アロケーションというものがあってしかるべきじゃないかと私はそのように思っております。もちろんいろいろな各事業体が当然努力しなければいけない部分があります。ただあの JR もフェリーもですね、それなくなってしまってはもう元に戻すのが 不可能であるといった性格をやはり輸送機関として持っていると思います。そしてフェリーの場合特にフェリーでしか運べないいわゆる製品産業がこの橋を通れない部分があるということもですね。それはやはりぜひご理解いただきたいなと思っています。いずれにせよその料金は下げろ 金はは出さないではじゃあどうやって辻褄が合うのかという点については私はヒアリングの時にも申し上げましたけれどももともと現在の償還主義というものを見直していくことによってですね財源が生まれるというよりはそのまあこの費用負担の問題ですけども要,要は今ですねその 30数兆円の全体トータルネクスコも入れた借金をですね残り40年でで全部返そうとしているわけですね厳密に言うと本市の部分にはあの返しきれない部分が残るんですがこれはちょっと話がややこしいんですがあの基本的には道路というのは無料であるというところから始まってその40年後にはですね今の国道普通の国道とあるいは無料高速道路と同じことになるということかもしれませんが。 そうした形にすべきだと道路というのは無償であるというのが根っこに一番最初のですね旧道路法の時代からある矢に聞いたこともありますけれども、えー、ただそこは発想を変えてですね昔からこの議論があるんですけれどもその三十数兆円の借金というのは別にその何というのか全然返す。 当てがないという赤字いわゆるですね。その何ていうのかな、累積欠損みたいに思ってる人がいますけど、そうじゃなくてこれは資産と見合ってるわけですね。資産は高速道路の資産がちゃんとあるわけです。土地から含めて高速の道路構築,構築物橋からですね。で、そのバランスシートはどこに行ってるのかというと、まあ、私が買って勤務してた高速道路機構、まあ道路公団を民営化したときにですね。 いわゆる上下分離の形で固定資産税の問題等々あって資産負債は形式上全てその高速道路機構という東京の会社が持ってて例えばネクスコ西日,日本も本市もですねそれ資産も持ってないし負債も実は持ってないですねまあそれは自前の暫定的な負債はありますけれどもでリース料を本市にあ失礼あの 高速道路機構に J ドラに払って、えーまあ、リ,ースされリースをしてるという形ですよね借りてるという形ですその高速道路機構の方はそのリース料を持って自分のところに計上されてる負債をですね償還していく株も、まあ、要するに借金を元本を返していってるわけですが、えー、普通の企業のようにですね、まああの分 分割するのかどうかは別として、えー、資産そのわざわざ管理会社のようなものを置かなくてもですね資産負債がバランスしているわけですからそのままオンゴーイングで、えー、事業を継続していけばですねつまり借金はもちろんあのいろいろな形で金を借りてますからそれはその都度当然現金償還という意味ではそのしていく必要がありますけど期日が来ればですねその代わりにそれは いわばまた別の,しあのいわゆる調達をすればいいわけであって、まあ、あの債権であれば借り換えという形になりますけれどもそう,そういうふうにしてあの負債を抱えていること自体がですねむしろ民間企業の場合は通常の事業のあり方なんではないか要するに早い話がそのちょっと正確な数字を忘れましたが。 本市の場合でもですね、料金収入は値下げ後でも5六百600億あったと思いますが、管理費等々はですね、200億ちょっとじゃなかったかと思います、えー、人件費も含めてですね、200数十億かな、ちょっと不正確かもしれませんが、要はその差額がリース料で、えー、高速道路機構の方に行ってるわけですね。で、そのリース料は払わなくていいと、自分でやっていくんだと。 すすればですね出資もなしで料金は下げられるんじゃないかそれを全国規模でやればですねもっと下がるんじゃないかと思いますけれどもこの点はまあかなりテクニカルな話でもありそのただよくですね今のお尋ねのように最終的にはそんなその答えのない要望要求をしているんではないかとまあ 尋ねられることがあるので、われわれ、私なりにいろいろ考えて、答えがそういう意味でないわけではないということを申し上げたかったわけでありまほかにありませんでしょうか、よろしいでしょうか、それでは以上で定例記者会見を終わります。はい